皆さん、私有版のワイルズの体験の調整、驚いたんじゃないでしょうか。ため切りや、強ため切りの強化と引き換えに、新ため切りの威力がナーフされてるかもしれないと話題なんですよね。もちろん製品版で確定してるわけじゃないですよ。ただ、この調整については賛否両論で、体験使いの皆さんからもうむちゃくちゃ熱いコメントがたくさん届きました。新ため切りは作中最強の大技ですが、体験のロマンは失われてしまったのでしょうか。あるいは新たな可能性が開かれたのでしょうか。今回は視聴者からいただいたコメントをもとに、新ためナーフの影響を徹底分析していきます。そしてこのナーフがどのようにワイルズの体験の立ち回りに影響を与えるのか解説していきます。ワイルズの体験の立ち回りが気になる方はぜひ最後までご視聴して感想をコメントで教えてください。ちなみに私ナーレは体験使いの悩みを解決するをモットーに、これまで250本以上の体験の動画を投稿してきました。もちろんワイルズでもガンガン体験の動画を発信していくので、体験使うよって方はチャンネル登録することを強くお勧めいたします。それでは早速、皆さんの賛成反対中立の意見を紹介してから、ワイルズの体験の狩りがどう変わっていくのか考察していきます。その前に軽く新ためナーフ疑惑って何ぞやってところを説明しておきます。ワイルズでもアイスボーンの傷付け軟化式が適用されている説があったため、ワイルズで殴った樽の肉質を傷付け軟化式から65と算出しました。この前提だとアイスボーンと比べると 93% にナーフされているっていう話です。つまり肉質65が確定ではないので、ナーフ疑惑と言ってるわけです。一方で縦切りや強ため切りの威力は 1.65 倍から 1.8 倍に強化されています。そのためアイスボーンではため切りと新ための差は 2.6 倍もありましたが、ワイルズではたったの 1.35 倍になってます。まあ、樽の肉質が何であろうと、実際に樽に与えたダメージは事実ですからね。つまりワイルズではため切りや強ため切りと比較すると、新ためは相対的に威力が下がっているということです。しかしワイルズでは集中モードで360度狙い撃ちができるので、非常に当てやすくなり、おまけにジャストタックルやジャストガード、総裁切り上げでファイト性能が大幅に高まっています。なんだったらタメさんと強タメさんと新タメさんの合計値はワイルズの方が高いです。なので全体的にはワイルズの体験は大幅にパワーアップしているので、その点には誤解なきようお願いします。ちなみに樽の肉質をアイスボーンの柱と同様に80と仮定しましょう。海外ガチ勢によると肉質80説もちらほら見かけるんですよね。そうするとため切りや強ため切りの威力は 1.3 倍から 1.6 倍強化されている一方で、新ためは 0.75 倍にナーフされていることになります。これはかなり大きなナーフになりますね。それでは視聴者のコメント見ていきましょうか。視聴者からいただいたコメントを全て集計し、そしてグッドの数を1票とすると、その結果は402件中183件は賛成で、反対は109件、中立派は110件となり、約半数の方はこの調整に賛成で、反対は 29%、中立派は 21% になりました。他のモーションが強力になっていて、かつ当てやすくなっているので、実は賛成の方が多かったんです。反対派はやっぱり体験イコール新ためだから、その弱体化に伴ってロマンが失われたと嘆く声が多かったですね。まずは賛成派の意見から聞いていきましょう。新ため弱体化は個人的にバチクソ嬉しい。最近の体験ってどれだけ新ためを当てれるのかが全てみたいな感じになりつつあったからね。強ためとか薙払いの重要性が増しててほしい。ガード強化も昔のモンハンみたいで嬉しい。まあ、確かにワールドで新ためが実装してから今日に至るまで、体験はいかに新ため切りを当てるかっていうところが重要でしたからね。二つ目の意見。タックルペシペシで新ため狙うだけの作業体験になってきたから、まあ、使わなくなった身からすると、まあ、今作の体験は久しぶりに使いたい出来。まあ、今回の調整で新ため以外にもため切りとか強ため、強投げ払いが強力になりましたからね。三つ目の意見。抜刀も強ためも無駄だから無視して強ためだけ狙うスタイルが嫌だったから、このダメージ感覚が気になってたんだ。これなら確実にためさん強ためと当てて、まあ、強投げで早めに締めたり、まあ、欲張れるなら新ため狙ったりと、状況によって立ち回りで幅を出せそう。まあ、寝起きも当てやすい強ためで良さそう。調べてくれてありがとう。まあ抜刀ためさんなのが無駄だってわけではありませんが、まあ新ためは優先はしてましたよね。まあ、確かに強ための後は新ためではなくて強投げ払い当たって
離脱っていうのも有効な戦法になりますよね。強なぎもむちゃくちゃ強化されてますからね。まあそれにエイムで新ためめっちゃ当てやすくなってるので、まあ、寝てる時は新ためで当てればいいかと思います。4つ目の意見、昔の仕様に寄せつつ新しい技も使えるようになってるわけだ。新ためが当てれず離れていく初心者が多かったから素直にありがたいよ。まあ、実はねこの意見多かったんですよ。初心者にとっては新ためって当てる難しかったですよね。5つ目、新ためナーフに悲観しすぎるのも良くないと思います。一撃が全武器種最高ダメージである限り私は体験を背負います。これこそロマンの原点だからです。瞬間火力が欲しいなら双剣を背負いますし、平均最高ダメージたる DPS を求めるならヘビーボウガンを背負います。一発入ったか外したかが脳汁を決める世界の体験なので、ナーフしてもそれはただの体験身内での調整。ポイントとしては新タメが全武器種最高ダメージを今後も出せるかどうかっていうところですね。まあ、確かに他の武器種にその冠を奪われると完全にアイデンティティを失うので、そこは期待したいですね。6つ目、まあ、自分は新タメがナーフされても従来モーションが強化されてるなら OK 派です。しかも総裁切り上げとかジャストタックルとか、まあいろいろ新タメナーフ分を補う強技もありそうですから問題ないと思います。まあ、シンプルに集中モードで向きを変えれるのは快適で個人的に嬉しいです。まあ、集中モードで向きを変えれること、他のモーションも強いしカウンターもあるから全然 OK だっていう意見ですね。まあ、確かにワイルズでめちゃくちゃ強くなってると思いますよ。7つ目、倍率変更に伴って表記錬成での盾さんや強ためさんの火力が増して高いダメージが出るようになったとも言える。表記錬成続投かはわからないし、カーラの装備だと仮定すると終盤に実装されそうですけどね。体験に相性のいい新スキルだって期待できるわけですし、悲観するものではないと思う。まだ悲しむのは早いぞっていう意見ですね。確かにサンブレイクで表記錬成や隆起活性などでどんどんぶっ壊れてきましたからね。8つ目、新ため弱くなってもそれ以外が強くなってるし当てやすくなってるから結構使いやすくなってるんじゃないかな。安心してアイスボーンに引き続き双剣を使います。なんでやねん。そこは体験を使ってほしいですね。次に反対派の意見を紹介していきます。1つ目、なんというか集中モードで不自然にくるくる回転しながら当てたり新ための威力下がったりと、モンスターの動きを読んでこの一撃にかけるっていう体験のロマン、かっこよさみたいなものが激減した気がする。まあ確かに体験って言えば未来予知して事前にため切りを置いておくっていうイメージがありましたよね。そこが腕の見せ所でもありましたからね。体験のコンセプトに関わる大きな変更ではあると思います。2つ目、新ためナーフ悲しいな。体験は一撃だからこそ気持ちいいのに、素直にナーフは寂しいですね。モンスターが派手にひるむのを見て気持ちよさを感じる武器でもありましたからね。3つ目、最終的に太刀とか片手の火力に対して一撃の差もほとんどなくなってバカにされそう。必殺超火力のない重たいだけの武器なんて人気出ないと思うけどな。開発もモンハンの代表武器としていつも開発初期から前面に出してるし、さすがにちゃんと調整してると信じたいけど、まあそもそも弱い武器って人気出ないですよね。ただ安心してください、タメさん、強タメさん、新タメさんの合計値はむしろワイズの体験の方が強くなってるので、体験自体は強力になってるんですよ。他の武器種に置いてかれないような調整を期待したいですね。4つ目、新ための大ダメージで脳汁出るのが良かったのにな。まあ確かにこの4桁あるいは5桁超えの大ダメージを見るのがやりがいの一つですもんね。他武器種で5桁超えのダメージはまず見れないですからね。5つ目、体験の魅力は他武器には出せないような一発の威力だと思ってるので、新ためが弱くなったのはかなりの苗ポイント。あと個人的にヒットストップや攻撃音が軽くて切ってる感じがなくて気持ちよくなさそうだと感じた。そう、実はヒットストップがなくて寂しいっていう意見多かったんですよね。確かに私もサンブレイクからアイスボーンに復帰した時にまず感じたのがアイスボーンのヒットストップが気持ちよすぎるってことでしたからね。6つ目、全武器種中トップの単発火力に惹かれて体験を使ったから新ためナーフはなんか違う。一撃の威力が低いのは体験じゃない、まあ、体験の人気の一要素にこの単発火力のデカさがありますからね。7つ目、アイスボーンからやったから新ため弱体化と強化打ちなしは相当やりにくそうです。ワイルズでは総裁切り上げが強そうだし頭切り替えるしかなさそうですね。これも多かったです。強化打ちがないと新ためやりづらそうっていう意見です。まあ、おっしゃるように総裁切り上げとため切りとか他のモーションを活用することが重要になるでしょうね。8つ目、ここまで弱いと新ためが全武器のモーション値で一番高い武器っていうアイデンティティが失ってるんじゃないかと思ってしまう。体験はロマンであってほしい。まあそこまで弱体化されたわけじゃないんですけどね。まあ仮に樽の肉質80でも 25% ナーフですから。9つ目、新ためをあそこまでナーフするなら硬直や部位破壊に確かな利点を与えるべきだがどうなのかな。これはね、私も大賛成です。
新ためのモーション速度は変わってないので大いに隙がありますよね。でこのダメージだったら割に合わないですよね。アイスボーンの新ためのひるみち補正は 1.5 倍でしたが、例えばワイルズでは2倍にするとか、そういったところの調整は必要だと思いました。10個目、どうしても他の武器種と比べてしまうんですよね。例えば太刀なら兜割りからの連機解放無双斬りがめちゃくちゃかっこよく、火力もため1タックル新ためより出てるんですよね。せっかくの新作なのに火力が落ちて地味だととても残念です。体験命なのでワイルズでも体験使えますが、製品版では笑顔になれることを祈ってます。まあ、確かにね、他の武器種は派手に強力になったりする一方で、まあ、体験は従来モーションが強力になって総裁が増えたっていう感じの調整なので、まあ、この新ためナーフはちょっともったいないなとも感じます。11個目、新ためゲーは好まないので新ため弱くしてほしいとは思ってたけど、ため切りとの差が 2.6 倍から 1.35 倍はさすがに下げすぎというか、当てやすさを加味しても 1.7 倍くらいが妥当なラインだと思う。まあ、かなり大きな調整が入ってます。まあ、個人的には 1.5 倍から2倍くらいの威力差があってもいいんじゃないかとは感じてます。次は中立派です。どちらとも言えないコメントを紹介します。1つ目、これは性能に関係ないようでほんの少し関係ある話ですが、個人的にはワールドの新ための SE とかヒットストップが恋しいですね。ライズと同じくワイルズも控えめっぽいんで、もうちょっと脳汁絞ってくれてもいいんですけど、こちらもヒットステップやエフェクトに対しての意見ですね。私個人的にはワイルズの溜めた時のズキューンって音は好きなんですけどね。当てた時のエフェクトはもっと派手でもいいかなと思ってます。まあ会心が出たらまた雰囲気変わると思いますけどね。2つ目、新ためはもうちょい動きもっさりしててもいいからロマンある威力にしてほしかったのが本音だけど、新ためオンリーな戦略ではなくなったのでよかった。何よりジャストガード譜なので体験のジャスが嬉しい。ジャスが最高っていう意見ですね。まあ、確かに今作はジャストガードからのつわぜり合いからの新ため、ジャストタックルからのため段階を維持して新ためって感じで、カウンターを起点にして新ためを繰り出しやすくなってるってのもポイントです。3つ目、もしかしたら新ため用の専用の装飾品が出るかもしれんし、まだ文句を言うには早い気がするぜ。これはいいコメントですね。私も実は集中モードの角度を45度に抑制する代わりに火力を上げるなんていう装飾品が出るんじゃないかと期待してます。まあ、どうしても熟練者はエイムよりダメージの方が大事だと思いますよね。まあそれぞれのプレイヤーが装飾品なのでスタイルを変えるようにするとみんなが満足するんじゃないかと思います。以上が皆様の感想でした。新ためナーフで若干ロマンが失われた感はありますが、それでも新ためが全武器種最高ダメージを叩き出せるかどうかっていうのが鍵ですね。私個人としては集中モードを抑制する装飾品などを早い段階で搭載して初心者も上級者も満足できる仕様化にすることが大事かなと思います。当てやすいし威力も高いしみたいな全ての夢を叶えるような調整はゲーム性として問題ありますからね。それではこれらの仕様を踏まえて体験はどんな立ち回りになるでしょうか。プレイヤーごとにいろんな立ち回りが考えれます。新ための重要性が相対的に下がったので、むしろ新たな可能性が開けました。もうそれを考えるだけで楽しくないですか。まずは初心者、中級者の方です。新ためにはもうこだわらなくていいです。ダウン中にはもちろん当ててほしいんですが、モンスターが動き回ってるところを無理に当てなくてもいいです。新ため以外でもダメージ十分出るようになりましたからね。縦切りや強ため切り、強投げ払い、そしてガードを駆使しながら戦うといいでしょう。体験初めての方は体験使いおなじみの抜刀体験スタイル、つまり抜刀をため3で当てて回避して離脱するっていう立ち回りで削っていくといいと思います。まあ、そしてダウンしたら強ためや新ためをお見舞いしてやればいいと思います。エイムもあるのでダウン中であれば当てるのはめちゃくちゃ簡単っすよね。まあ、上級者はジャストタックルからの新ためや総裁切り上げを多用していきたいですね。総裁切り上げの後は確定ダウンからの追撃十字切りと強ためが当てれるのでダメージソースになると思います。あとは方向をジャストタックルになして新ためを放つといった具合に、ジャストタックルでため段階を維持すればどこで新ためを当てるのか覚えて打ち込みたいところです。また積極的にガードも使いましょう。ワイルズの体験は抜刀時の性能が大幅に強化されているので回避だけではしのげないケースも増えてくると思います。ジャストガードであれば切れ味、スタミナ、体力何も減らないので、まずはジャストガードの感覚を身につけましょう。これからは体験もガードする時代です。まあ、ただサンブレイクで攻めの姿勢のタイミングで一矢加勢の構えをガンガン取れてたって人は安心ですね。同じタイミングでガードすればいいわけですからね。まあ、そして熟練者の方は、まあ、私にあれこれ言われなくてももう頭の中でワイルズの体験のチャート出来上がってますよね。体験版が待ち遠しいですね。それでは皆さんもこの調整に関するコメントをどしどし送ってください。もしかしたらカプコンさんに届くかもしれませんよ。実はダメージの調整ってたびたび行われてるんですよね。モンハンライズの時も新ためや月光山は途中でパワーアップしましたからね。それでは
今回はこれで終わります。ワイルズの体験の仕様をもっと細かく知りたい方は以前アップした動画をご覧ください。それではまた体験の動画でお会いしましょう。バイバーイ。